どうも会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。現在の場所は広瀬通り一番町。今回ご紹介するお店はここからすぐの場所にあります。今回ご紹介するやみつきメニューは焼き鳥。その中でも一押しが白レバーです。ということで、あっという間に到着しました。今回ご紹介するお店は焼き鳥一の井さんです。焼き鳥をはじめとした多彩なお料理、そして豊富なお酒の数々、楽しみです。それではご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。こちら焼き鳥一の井さんなんですが、はい、オープンなさったのはいつなんでしょうか？2020年の9月29日にオープンしました。人気のメニューは焼き師の数が焼く白レバーですね。よく品切れになります。と野源軟骨も、軟骨という名前なんですけども、お肉がいっぱいついているので、お客様には肉軟骨にしようと、メニューが分かりづらいから肉軟骨にしようと言われることもあるぐらい人気があります。おすすめメニューは、もつ煮込みが人気なんですけども、もつ煮込みをベースにしたもつ煮込みラーメンが、おすすめです。その他にも、宮城県の地元の食材で栗原市の生産者さんから買わせていただいているジャンボ椎茸の炭火焼きも、食べ応えがありますし、生牡蠣、この時期ですと本当に牡蠣の身入りもよく甘みもあるので、ぜひ生牡蠣も牡蠣串も、生と火を入れたものと食べ比べていただいただけると美味しいと思います。お客様には一之井さんをどのように楽しんでいただきたいと思いますか？本格的に、手作りで仕込んでいる焼き鳥、1g の重さにもこだわって、ビジュアルにもこだわって、好きなものを好きなだけ召し上がってもいいですし、迷った場合はお任せの3本セット6本セットもございます。その日一番おいしい焼き鳥をこちらで、ご用意してお出しさせていただきます。その焼き鳥をつまみながら、宮城の地酒以外にもウイスキーも種類豊富に取り揃えてますので、炭の香りとウイスキーの香りを合わせて楽しんでいただいても良いと思います。あと宴会コースももちろんございますので、初めて来た時に迷っている、もしくは何を食べればいいのか分からないという時は宴会コースを頼んでいただけると、こちらのおすすめのメニューで、焼き鳥ももちろん入っているお腹いっぱいになるコースがございますので、ぜひそちらもご利用ください。それでは早速メニューのご紹介へと参りましょう。まずは乾杯のビールをお供に頼んだ初手は生牡蠣ポン酢です。この時期の牡蠣外せませんよね。やっぱりポン酢の味付けもちょうどな感じでございました。あっという間にグラスの中からビールが蒸発しております。カチコチ氷結レモンサワーはレモンが溶けるまで何度も中がおかわりできる半永久期間の飲み物です。そして代表の石井さんのおすすめ通り、生を言ったら次は焼きということでの牡蠣串でございます。石巻さんの新鮮な真牡蠣に醤油とお酒を合わせた特製のタレが塗られ焼かれたこちらの牡蠣串、お酒の種類を選ばない、まさに酒泥棒の味でございました。そしていよいよ一の井さんの真骨頂、焼き鳥へと参ります。おまかせ6本セットをお願いしました。この日の6本はご覧いただいているように皮もきれいに巻かれたもも肉、そしてもっちりとした食感が人気ですよね。ぼんじり、こちらはせせり、首の部分ですね。これも食感が楽しいです。そして皆様も大好き、私も大好き、皮、さらにはこれもいいですよね、砂肝。そして常連のお客様から肉がつきすぎじゃないかとクレームを言われるという野源軟骨です。どれも丁寧な仕事ぶりを感じることができる上品な味わいでございました。そして単品で頼んじゃいました一の井さんの人気商品、レバーラバーの私も大好き白レバー様でございます。一言で申し上げて最高でございました。どうしてこんなに美味しいんでしょうかね。普通のレバーももちろん大好きなんですが、白レバーちょっとその上を行く高級感みたいなのも感じます。癖もなくあっさり、
それでいてレバーの味わいはしっかり伝わってきます。レバーラバーの私会長、至福の瞬間でございました。そしてこちらは通称ソリと言われる鶏ももの一部、ソリレスです。このソリレスなんですが、フランス語らしく残すものは愚か者だというような意味があるそうです。はい、グーグル先生ありがとうございました。鶏ももの足の付け根あたりにあるお肉で、独特の上品なもっちり感がとても美味しかったです。愚か者にならずに済みました。続いてお願いしたのは、これも欠かせませんよね、大好きつくねです。ここで生ピーマンをおすすめされたので一緒に頼むことにしました。まずはつくねをそのままいただきます。そしてその後がポイントなんですが、つまりこういうことなんですね。まさに令和の時代にふさわしいオープンイノベーション、おにぎらずというのがありましたけども、これは肉詰め図でございますね。親指のひらでも味を堪能させていただきました。焼き鳥メニューから最後のご紹介になるのがこちらの変わり串、その名もニンニクマでございます。鶏肉の間にネギが入るとネギマ、麻雀最強位は瀬戸クマ、どちらも違います、ニンニクマでございます。間にニンニクがあるわけですから当然パンチが強い味です。これもぜひお試しください。そして忘れてはならない単品メニューから、皆様も大好き鶏の唐揚げです。はい、優勝間違いございません。焼き鳥屋さんが作るいわば優等生な唐揚げでしょうか。もちろんワイルドさもあります。こちらもぜひお試しいただきたい一品です。さて、撮影のこの日は本当にたくさんのお酒をいただきました。選び抜かれた各地の日本酒はもちろん、ちょっと変わった味、濁り物、そして私会長大好きなんですが、アイラモルトウイスキーもラインナップされておりました。石井代表のお母様金星の梅酒も最高の味わいでございました。出来上がりました。栗原さんジャンボ椎茸の炭火焼きです。ドリンクメニューにも栗原のラインナップがあります。リンゴのお酒です。炭火で炙られたジャンボ椎茸、香りの相乗効果がたまりません。シャクシャクとした独特の歯ごたえもいいですね。お皿の上には特製のおろしポン酢だれもついてきますが、焼き鳥をはじめ何にでも合うこちらの特製ニンニク味噌、これをつけて食べても最高でございます。いくらでも食べられる、まさにそんなやみつき度の高い味わいでございました。私事になりますが、栗原氏とはとても仲良くさせていただいております。それを差し引いてもとても清々しい爽やかな味でございました。さて、ここで常連のお客様がいらっしゃいましたので、お話を伺ってみたいと思います。一之江さんのお好きなメニュー何でしょうか。もつ煮込みラーメンですね。もつ煮込みに炭水化物をぶち込むっていうのはやっぱり男のロマンというか素晴らしいメニューだと思います。はい、店内が明るくてとても清潔感があって、女性一人でも入りやすいところ、あとは居心地がとてもいいので食べ過ぎ飲み過ぎ注意って感じです。それでは最後に焼き鳥一の井さんのお食事メニューをご紹介します。常連のお客様の推薦もありました、もつ煮込みラーメンです。もつの味が染み出たスープによく絡む平打ち麺、
この組み合わせが上品なのにしっかりとした食べ応えにつながっています。いやー、やっぱり炭水化物っていうのは魅力ですよね。炭水化物つながりでご紹介しましょう。こちらは醤油ベースの焼き鳥のタレをまとった焼きおにぎり、そして定番大葉が乗った味噌の焼きおにぎりです。どちらも美味しそうですよね。ていうか美味しいんです、実際。ということで今回の焼き鳥一の井さん、いかがでしたでしょうか。焼き鳥はもちろんのこと、さまざまなお料理メニュー、そしてお酒のラインナップも豊富でした。お好きな味と組み合わせを探しにぜひお出かけください。それではまた。ぜひお越しください。お待ちしております。